宇宙の片隅に人類という名の生物が繁栄する小さな惑星があった。破壊と創造が幾度も繰り返されてきたこの星にもついに終末の時が訪れることとなる。空から恐怖の大王が現れ、人類は終わりを迎えるのであった。ついにやってきたぞ、俺が恐怖の大王だ。泣いてわめいて泣き叫べ、週末です。今からが週末です。あれ、まさか隕石の衝撃でもう人類滅亡したのか。いや、単純にここにいないでかもしれないから。まあ、待ってろ人類め、俺が本当の恐怖を教えてやる。 お前この野郎、教えてやる。なんもね、誰もいねえ。強いて言うなら大小さまざまな岩しかねえ。人類勝手に滅びやがってか、これ。じゃあ俺何しに来たんだ、これ。そもそもなぜ俺人類とか地球とか滅ぼさなきゃならなかっただろうかね、これ。別に恨みがあるわけでもないし。むしろ人類がどんな人かよくわからないし、それ以前に自分がなぜ生まれてきたのかわからないし、オスなのかメスなのかもわからないし、というか俺、どっからやって、あ、やべえ、寝過ごした。人類どこにいるか探さねえと。素晴らしい。これ人類が見たら驚くに違いないね。しかもこれ結構な数作ったからね、これ。で、何やってんだ俺はこれ。なんで地球に来て自分の石像作んなきゃいけないんだよ。人類どこなんだよ。なんで誰もいないんだよ、これ。誰が地球を滅ぼしたんだよ。許せないよ、これ。こんなことがあっていいのかよ。俺人類が何したって言うんだよ。俺はこれから何をすればいいんだよ。なんだじゃ、っていうか、俺の石像。なんだかよくわかんないけど、抗議しに行く。待ってろ、てめえ、この野郎。次回、激突の時、君は奴と遭遇する。